はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、l i カ a の一眼レフカメラボディですね。その中でも、こちらは大変人気の高い l i カ a R7 というモデルになっておりますね。l i カ a というと、l i カ a M3、M4 のような、M 型のレンジファインダーフィルムカメラボディを思い浮かべることが多いんですけれども、近年、 こちらの R 型の一眼レフカメラボディも非常に人気を発縮しておりましてお求めになる方が多いモデルになっておりますこちらの l i カ a R7 は1994年にですね発売されたモデルでミノルタ XD というカメラをベースにした一眼レフカメラボディになってますね R 型のこちらのですねこのタイプの モデルの最終形とも言われているモデルになっております、はい、この全体的なフォルムがすごく女性っぽくてですね、はい、愛用される方も多いんですね設計されたのが実は女性というふうな風にも聞いております、はい、ということで l i カ a r 7あ,あとはですねこの中のファインダーの中の表示がこのデッ このシャッタースピードとかがこのデジタル表示になっているんですけれどもこの右側に表示されるのがシャッタースピード絞りですけれどもそれがすっきりしてすごく見やすい表示になっておりまして僕がこの SR の7をおすすめするのはですねこのファインダーの表示がすごく見やすくて撮影がすごくしやすいサクサク。 撮影できるというところがあります。あとは。すごく手にしっくり馴染みやすい大きさと形フォルムですね。はい、ということで、ライカ r7。ぜひぜひ。最後まで動画をご覧いただいて。チェックしていただけたらと思います。はい、では外観から見ていきますね。 ご覧いいただいてます通り、今回もだいぶ綺麗な個体が入荷しておりましてご覧いただいてます通りですね、目につくスれ当たりへこみとかはもちろんないんですけれどもこのブラッククロームのボディなんですけれどもこのブラッククロームというのはこういう肩の当たりやすい部分とか手に触れる 部分このトップカ,ーバーカバーの部分がこの白くちょっとグレーっぽくですね経年劣化でくすすすんんでででてしまいやすいやよねでもこちらの個体はだいぶ綺麗な状態をキープしておりましてこのストラップの跡とかこうすれやすい部分手に触れるこの親指が触れる部分とかも全くくすみとかすれ など見られずに綺麗な状態を保っております。はい、底蓋も綺麗ですね。はい、こういうところはい。電池もテスト用が今入ってるんですけれども。<laughs> こういうご覧の通り、スレとか当たり地面に置いてガリガリっとやってしまったりとか。もちろん落下して当たったりとかいうような跡も見られないですね。まあ、強いて言うと、ちょっとこの辺にちっちゃい。すれというかちょっと当たりが。 見ら,れるぐらいです、ね、このぐらいですねはいすごく神経質な人だとちょっと気になるかもしれないんですけれどもはい全体的に見るとすごく量備品といって差し支えないと思いますはいあとはですねこの巻き上げレバーですねこのレバー経年で白く変色したりしているものが多いんですけれどもこちらはすごく綺麗な状態を しっっかりり保っております、はい、あとファリ側も浮いたり剥がれたりめくれたりせずに綺麗な状態を保ってますねミラーとフリズムも劣化や剥がれ分離などなく綺麗な状態です曇りももちろんないですねはい <coughs> 僕の目視で露出系もしっかりと正確に速攻してくれております、はい、ダイヤルの動きとかも問題ないですね はい、シャッターは、はい、ご覧のとおりこのダイヤル動きも問題なく動いてますね、はい、低速のシャッターもご覧のとおりスムーズに動いておりますし、はい、この,分の1一秒とか4分の1秒もしっかりと加減して動いております 125分の1秒とかスナップとかでよくお使いになるスピードもよくしっかりと動いておりますし最高速度2000分の1秒まであるんですけれどもこちらもはいボーカルプレーンですので、はい、しっかり問題なくサクサクと動いておりますこの巻き上げもですね、はい、非常に滑らかでガリガリしたり感触の悪さなどはありませんしシャッターボタンも、はい、いい感触ではい押せております 付属品がこちらのボディーキャップをお付けいたしますもちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども念のため背が長くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当店で書きやすで請け負わせていただいて整備後のお届けを実施させていただきますのでぜひご利用くださいということで ライカの R 型一眼レフカメラボディの最終形といわれるライカ R7 ブラッククロームの両備品動作感調の個体となっておりますぜひおはじめにチェックしてみてください以上です